田口町道路原表田口町は愛知県北下良郡にかつて存在した町。現在の北下良郡下良町の中心市街地に該当する。田口町では1924年にかけて町内にある事業者が電気の供給に当たっていた。1917年に 町内最初の電気事業を開業した田口伝統合資会社とその電気事業を1919 19年に引き継いだ製材業者三河木材株式会社の2社がそれにあたる。1924年三河木材の電気事業は豊橋市に新設された豊川電機へと引き継がれる。豊川電機時代もその供給区域は田口町内とその周辺に限られていたが、 1938年に同社が中央電力という広域的な電力会社に統合されて小規模事業分立の時代が終了した。田口町を中心に配電する事業者があったものの町内には供給が遅れた地域もあった。大正末期にかけて町内では小松地区まで豊川電気の供給が及んでいたがその外縁部での供給開始は遅く数いち、 荒尾領地区は1941年、長江地区は1943年のことである。さらに、町内北端の八津橋地区では、電気事業者による供給を待たず1939年4月に、全国加入の産業組合、八津橋電気利用組合を組織し、木沢川発電所という自家用水力発電所を置いて、独立した電気供給を始めた。 同組合による供給は、下田町発足後の1965年に、当時の中部電力との個人契約切り替えまで続くことになる。ありがとうございます。